こんにちは。ドラゴンクエストトレーディングカードゲーム、大いなる冒険の始まり、スターターデッキ、買ってみました。以前ね、バラバラでブースターをね、見つけて買ったんですけど、まだ遊んでないんですね。というか、まあ遊ぶ人がいないんでね、遊ばないんですけど、まあまあまあ、いつね、デュエルを申し込まれても大丈夫なようにね、スターターを持っておこうかなと思いました。で、ブースターだけ買っても、ルールがわからないんでね、そのドラクエのカードゲームのルールをね、私は知りたいんですよ。一体どんな感じのゲームなんだろうなっていう。いきなり、竜王出ちゃった。竜王が一番前なんだね。いやー、ドラクエ1ですからね、竜王っていうのは。竜の王様ですから、これはね、すごいよ。んで、あれですよ、こっからね、ロト伝説っていうのは、まあ本当は3-1-2なんだけど、まあでも始まっていくわけですよ、竜王ね。光の玉を奪い、アレフガルドを恐怖に陥れた魔王、自らの城に乗り込んだ勇者に、世界の半分と引き換えに自らの味方になるように持ちかける。まあ、これほんと堀井雄二さんの天才と言われるゆえんですよね。ドラクエ1の最後で竜王と会話をして、世界の半分をくれてやる。だから俺の味方になれみたいな顔で、はい、いいえっていう選択肢が出てくるっていうのはさすが、堀井雄二さんだよね。天才ですわ。いいね、ここ見て。ここのコピーライトがやっぱ歴史を感じるよね。1986年。アーマープロジェクト、バードスタジオ、スパイクチューンソフト、スクエアニックス。スパイクチューンソフトなんでこう、あ、なるほど。もうスパイクチューンソフトで書くんだ。まあ当時はスパイクとチューンソフト合体してないんで、チューンソフトだったんです。スパイク関係ないですからね。スパイクはドラクエとかかったことないですから。いわばチューンソフトだけなんですよ。だから、昔の感覚だと、アーマープロジェクト、バードスタジオ、チューンソフト、杉山浩一なんですよ。エニックス。そしてね。が、もう、コピーライト、ここもスクエアエニックスになってるもんね。スクエアは関係ないもん、ドラクエは。だから、そっちになんだね。そしてですよ、ハートビート。いや、ハートビートがこっから出てくるわけですよ。1996年ね。スクエアエニックス。確かにこれゲーム業界の縮図だよね。スクエアとエニックスが合体してスクエアエニックスになって、ね、チューンソフトっていうのは中村浩一の会社なんで、チューンなんですよ。中村浩一、ドアドアを作った天才ですよ。もうこの世で、一番の天才ゲームクリエイター、私中村浩一だと思ってます。中村浩一さんがいなければ私ゲーム業界に入らなかったです。クリエイターとしてね。中村浩一に一番影響を受けました。そのぐらい中村浩一さんを尊敬してます。もちろん一番尊敬してるのは、飯野健二さんなんですけど、まあでも、飯野健二さんより、中村浩一さんがいなければ、私の人生は、ゲームに染まらなかった。やっぱ最初に中村浩一さんっていうのを尊敬して、憧れて、この人みたいに行きたいっていうところから始まって、ゲーム業界行って、まあ飯野健二さんの、その後出てきた感じですからね。はい。竜王。これだけなんだ、光ってんのは竜王。かっこいい。まあ先にカード見てく。いや、こっち見よう。これですよ。なんか地図がついてんの。これ、アレフガルドのゼンズですよ。ここが竜王の城になってて、まあ、ラダトームとか、ね。これ1のやつかな。どっちかっていうと1だよね。1の、しかも中央の部分。てか1は中央の部分しかないんだよね。こっちの海の部分とか、イシス。イシスはこっち。なんだここ。イシス違う。イシス違うよ。それは、ドラケ3だよ。ドラケ3のアレフガルドに入った後だから、ドラケ1の世界なんですよね。完全に。この辺のね、城から始まるんですよね。ラダトーム？え？ラダトームだっけ？アレフガルド。リオン城。ラダトーム。やべ、ちょっともうほんと最近このド忘れが多くて嫌になる。まあ、ここのね、城と町と2個あって、本来最初ドラクエっていうのは、ここの間から勇者をスタートさせたんですよ。だからまだ日本に RPG が出ていなかった。これ第1弾なんで、ファミコンでね。だから、こっからこっちに、外に歩ってっちゃうと当然装備もなんもないし死んじゃうんですよ。だから最初ここの町、フィールドのスタートだったのを町の中のマップに入れてさらに鍵までかけちゃったっていう。これ天才堀井雄二と中村浩一の天才ゆえのものですよ。いやもうほんとこれ語ったら何時間も喋っちゃうんだけど、中村浩一は天才ですよ。ドラゴンクエストが、まあ途中からつまんなくなったって人多いと思います。昔からのファンですよ。1とか2とか3とかやってきた人が、スーパーファミコンになってなんかドラクエ変わっちゃったなっていうのあると思うんだけど、それって実は中村浩一が抜けたんです。ドラクエチームから。抜けたっていうか、中村浩一がドラクエ中ソフトですよね。中村浩一がここから抜けることによって、まあダメになっちゃった。いわば道具袋ってなかったんだけど、道具袋はまあ中村浩一消えた後に出てきたんですけど、その、ただ、中村浩一がドラクエチームに居続けないで、まあ、やりたいことをやるっつって外に行かなければ、かまいたちの夜、サウンドノベルですよ。音切りそう。サウンドノベルね。これ誕生しなかった。中村浩一が作ったから。で、不思議のダンジョンシリーズ。最初、トルネコのダンジョンで出したんですよね。不思議のダンジョン、トルネコの大冒険出して、風雷の試練出してっていう、この不思議のダンジョンシリーズもなかった。だから、まあ、中村浩一はドラクエを、ね、軌道に乗せた後に抜けて、ドラクエは結果的に私もそっから落ちたと思ってるんですよ、一回。ドラクエっていうのは、中村浩一さんが抜けることによってね。だけど、
中村浩一さんはドラクエを抜けてゲーム業界にサウンドノベルと不思議なダンジョンっていう2大 IP をね確立させたんですよ。まあもちろんティルダ道具とかいろんなゲームがあった上の不思議なダンジョンだろうとかサウンドノベルもねいろんなものがあったアドベンチャーゲームの発展系のサウンドノベルだろうってなっちゃうんだけど、そうじゃないと、あれを確立させた今の時代にっていうのがすごい。これか勝利ポイント、ここまあドミニオンみたいな感じですよね。これはおそらく経験値ステータス、これはカウンターブラストとかマナみたいな感じだから、列挙機はステグダ墓地ですね。でパーティーフィールドバトルフィールドって分かれてる、これがもうちょっとよくわかんない。でもこの、フィールド感がいいよね。なんて言うんだろう、 TCG ってここにあれ置いてここにあれ置いてっていうプレイマットって枠が最初からついてる。だけどドラクエのこのマップに関してはこう自由に置ける感じがあって非常になんか面白い。パーティーを例えばこういう風に4人で反射しちゃってごめんね、4人で組んでバトルフィールドに出すとかそういうことなのかな。でもマニュアルもうちょっと詳しく読まないと分かんないですけど、なんか非常にいいね。でこのプレイマットがまたドラクエの味がすげえ出てて、まあこっち関係ないんだねこれがドラクエ感がねすげえある。ドラクエ4の時に発売日のね1週間前からね、導きの書っていう公式のねなんかねドラクエ4の事前知識みたいな絵をねっていう日記帳とかも書けるやつとかね、昔は紙に書く文化だったからウィザードリーとかってマッピング自分で方眼紙買ってきてこう書かないと何もできなかったんですよ。それがまあだんだんね女神転生なんかでも 3D なのにオートマッピングが入って結局それって何なのって、まあその討論もあるんだけど、まあでも昔のマッピングっていうのがドラクエも最初あったんですよ。だからねその導きの書っていうのがそういうマッピングとかのツール本当にノートとか入ってるんですよ。それあってそれを思い出すかのようなセットですね。こういうなんだろうね、古めかしいアンティーク調の紙質みたいなものをやったりね、ドラクエってドラクエの世界観なんですよ。これがすごく私の中でドラクエ4の導きの書っていうアイテムを思い出させるグッズですね。では、カードも見ていきましょう。竜王、まあこれドラゴンクエストスーパーライト、iPhone で今やってるんですけど、それでも竜王超欲しいんですよ。私めっちゃ竜王強いんですよベホマラーだっけ、ベホミか、まあ、回復がいいし、まあ、竜王スーパーライトで超欲しい。でロトですね、ロトドラクエ1で、ドラクエっていうのは3、2、1なんですよ話が。で1の勇者ってロトって入るんだっけ、ロト伝説の最初で、ドラクエ3の時に、まあちょっとうろ覚えなんですけど、1と2は確かロトって名前入るんだけど、ドラクエ3はロトって主人公の名前に入れらんないんですよ。ロトって入れるとその名前は無効なので入れ直してくださいみたいなメッセージが出て、ちょっと全然違うからメッセージが出てきて入れらんないの。それなぜかっていうと、ドラクエ3からドラゴンクエストって歴史があって、一番最初は3なんですよ話が。で3の後に1が来て2が来てロト伝説終了で天空伝説に行く、天空のシリーズ行くんだけど、ドラクエ3の時にドラクエって全部勇者じゃん自分が、まあ5とか違うんだけど基本的に全部勇者なんですよ血筋のね。でドラクエ3の時は勇者の家系なんだけど、ただの家系なんですよ。その16歳の誕生日を迎えて勇者として冒険に出ろっていうだけで、特に勇者正しきとかね、なんか偉大ななんとかではないので、その勇者が、アレフガルドではないね、ドラクエ3のあそこの世界を旅してバラモスを倒します。でその後にまあまあネタバレになっちゃうから控えますけど、ドラクエ3のネタバレってまあいいような気もするんだけど、まあ、一応控えると、そのバラモスを倒した後にドラクエって必ず真の勇者が出るから、それも堀井裕二さんのこだわりなんですよね。竜王とか、まあ最初にボスを倒した後にえっていう大どんでん返しみたいな本当のボスが出てくる、これって今でこそ当たり前だけど堀井裕二さんなんですよ最初にやったの。だからボス倒してやったーっていうとこから真のボスが出てくるっていう、それの大どんでん返しが何驚きサプライズ感っていうのを毎回大切にしてて、ドラゲ3の時はもうマップが切り替わっちゃうんですよ、全部世界が変わっちゃう。でそこね、バラモスを倒す冒険なんだけど、バラモスを倒した後に真の魔王が出てくるんですよ。魔王を倒す時に行かなきゃいけないのがアレフガルドなんですよ。そこで初めてこのアレフガルドっていうそっかマップが出てきて、ここの世界に行くので、その違う世界を冒険していたドラクエ3の勇者はここの世界に行って一生こっちの元いた国には戻れないの、世界には。でまあもちろんまあいいやそれもネタバレは難しいな、ただその絶対戻れないんですよ。それを覚悟でこっちのアレフガルドの世界に行きます。でここにね竜王のいた城に、本当に最初いるんですよ。まあはもう悪のゴンゲがここにね、それを倒して光の弾を使ってね倒すんですよ。そっから勇者っていうものがあって、ここら辺でね武器を作るの、オリハルコンっていう材料を取ってきて王者の剣っていうのをドラクエ3で作るの。それが最強の勇者の武器になるんですけど、王者の剣って名前なの。オリハルコンから鍛えた王者の剣が、語り継がれていくんですよ。それがドラクエ1と2のロトの剣なの。だからロト伝説っていうのはもともとドラクエ3の勇者が冒険をして、そいつがロトっていう名前っていう仮定をしますよね。だからロトっていうことで
冒険をしてこの世界を救ったのが勇者ロトだったと。それが、ここの城に移住するんですよ最後ね。そういう、まあ、ワンとの話のつながりの間の話をするとここに居座って最後こうローレシアかローレシアの王子がワンで出てくるじゃん。その時にここにいた。でその後ワンからツーに行く時にアレフガルドローレシアローレシアムーンブルクサマルトリアかっていうのが各国にあって、それはその血筋なんですよ。だから全て最初の別世界からこのアレフガルドに降り立った勇者がいて、そいつがロトと呼ばれました。だからこいつの使っていた王者の剣が後々に語り継がれてロトの剣になるんですよ。でこいつの子孫がローレシアの王子、ローレシアだったっけ、まあドラケン1の勇者なんですよ。でドラケン1の子孫がムーンブルクサマルトリアローレシアっていうやつで、本当にドラクエ3がないと話が始まんない。ごめんね、これでドラクエ3の TCG の開封なのにドラクエの話してもう今15分喋ってるんですよ。申し訳ない。いやいやカード見てこ。だからこいつの話をしてたんですよ。これはドラクエ1の勇者で、この装備品っていうのはロトの装備なんですね。ロトの兜とかロトの鎧なんだけど、これっていうのはドラクエ3の最初あいつが装備していたものがこういう風になったと。だからね、本当に夢が詰まってるよね。おっとっとおっと、窓を当てるような感じだよ。待って、これ勇者ね。で、来ました。魔法使い。これはドラクエ3の絵ですね。ドラクエ3の一番最初の女と男が選べるんで。まあ、ドラクエ3っていうのはね、まあ魔法使いを、僧侶、戦士、魔法使い、勇者。今勇者外せないですけど、僧侶、魔法使い、戦士っていうのをおすすめだよって酒場でね、ルイダーの酒場で教えてくれて、冒険をしていく上で、悟りの書っていうのを一個だけね、宝箱から手に入れることができるんです。それを、まあ、赤い雷がなんかがね、超低確率でドロップするっていうね、まあそれもちょっとね、都市伝説みたいで本当に落とすんだけど、なかなかもうほとんどね、落とすんですよ。ただ、厳密にはだから世界に一個しかないと思ってもらって間違いない。隠しアイテム的なものですからね。その悟りの書を使って一人だけ賢者に変えることができるんですよ、ドラケン3。で、魔法使いがやっぱね、スペック的にだんだんついてこれなくなるの。弱すぎて、HP が。防御も弱いしね。そこで、大概の人はね、魔法使いを、賢者に変える人が多かったです。だ最後戦うときは、勇者、戦士、僧侶、魔法使い。違う、僧侶、賢者か。もしくは、勇者、戦士、賢者、魔法使い。どっちかでしたね。これはね、結構胸熱な話なんですけどね。まあまあまあ、今ここまで話して、もしかしたら僧侶を変えたかもしれない。私は。じゃあ私ね、実は、異端だったんですよ。私はドラクエ3をプレイしたとき、異端で、勇者、僧侶っていう、この僧侶が鉄板じゃないですか、ドラケン。回復が使えないと RPG の要ですよ、回復魔法っていうのは。それを私入れなかったの、僧侶あんま知識がなかったから。だから勇者、戦士、武闘家、魔法使いっていう、超、脳筋ではない、超アタッカー揃いいっちゃって、もう何もできなかったっていう。まあ、こいつをね、賢者にすることによって何とか言ったんだけど、大変でしたね。いやー。大変でしたね。こんな、思い出深い、ドラケン3の魔法使いですね。これが2枚入ってます。4積みできるのかな？今んとこ勇者が3枚の魔法使い2枚。スライム。まあまあまあ、これも3枚までなんで、おそらく3積みかな。これがね、ドラクエを象徴する、一番最初に全ての勇者が戦うっていうね。こいつですよ。経験値8、ゴールド1みたいな。まあまあまあ、全世界共通語ですよね。まあ、特に日本でスライムって言ったらこれですよ。本来スライムっていうのは指輪物語なんかでも出てくると思うんだけど、ゼリー状の悪魔なんだけど、日本で言うスライムってこれですからね。これはもう鳥山明先生の能力。だね、その鳥山明先生を取り込んだっていうのもドラクエはすごい点だよね。この、それまでの RPG ってウィザードリーとかなんだけど、気持ち悪いとかクリーチャーなんですよ、いわゆる怖いとか、本当に化け物、モンスターなんで、化け物だったんですね、クリーチャーが。こんなに可愛らしい敵キャラが出たっていうのもドラクエなんですよ、初めて。こっからなんですよ、可愛らしい。まあ今でこそモーモンっていうね、私が溺愛しているモーモンっていうのはいるんだけど、当時、このスライム、かわいいクリーチャー、かわいいモンスターが出てきたっていうね、これはね、天才、鳥山明さんの天才。で、それを、よしとした、堀井雄二さん、中村浩一さん、この辺のクリエイターっていうのもすごいよね。いや、やっぱり RPG なんだからもっと怖い、ね、クリーチャーにしましょうよと言わずに、かわいいスライム最高だねって言った、その辺のクリエイターの感性っていうのがやっぱすごい。ホーミスライム。まあまあ、これもね、ライアンがさ、ドラクエ4の時にね、導かれし者たちですよ、4。王宮の戦士たち第1章、ライアンの冒険の時に、ライアンっていうのは戦士なんですよ。戦士ゆえに回復魔法が使えないんで、薬草で冒険していかなきゃいけない。しかも、それがドラクエの第1章、4のね、一番最初の冒険が戦士1人になってしまって、非常に心もとない、回復がね。なので、なんと、みんなの夢でしたよ。その当時まだ世界にモンスターを仲間にできるゲームっていうのはなかった。だから、最初、
世界初だと思う。私は記憶が正しければ世界初モンスターを仲間にしたゲームがドラケン4で、さらにこんな可愛いモンスターを一緒に冒険することができた。でホイミン、僕悪いスライムじゃないよみたいなことを言って仲間になるんだけど、結局ねその後こいつは人間になってね、まあまあ話があるんだけど、ドラクエの小説でよく描かれているんですよ。ドラゴンクエスト小説、猪俣睦美さんが絵を描いてる、表紙を描いてて、猪俣睦美さんってさ今でこそテイルズシリーズのさイラストレーターでさもうすごいけど、私の中の猪俣睦美さんってドラクエですから、ドラクエの小説版の絵を描いていたのが猪俣睦美さんなんですよ。私の中の猪俣睦美さんってやっぱドラクエの小説のイメージしかない、しかないって語弊があるけど、そのイメージは超強い。テイルズのイメージじゃないんですよね。だからね、そこをね、まあまた話ずれちゃったけど、ホイミスライムっていうのは最初にね、ゲーム業界で最初に仲間にできて、こんな可愛い。しかも日本語喋る。僕、悪いホイミスライムじゃないよ、みたいな。で、ホイミができるってね、ライアンの一人旅に、戦士の一人旅にホイミのできるやつが相棒に加わるっていうのは、もう本当思い出深い話ですよ。これね、さまよう鎧、これはドラクエ3が初登場なんですけど、3の時にすごく強かった。物理攻撃がね強くて、まあまあみんなをねトラウマにした戦士ですよ。この後カンダタ古文とかっつってね、カンダタと出てくる、みんなで黄土色っぽく染まったさまよう鎧とかも出てて、ドラクエ3からねこいつはねほんと強い代名詞みたいな感じでしたね。ちなみにドラクエ10で水の塔で初めて出てくるんですけど、感動しちゃった私。わっ、さまよう夜やんみたいな。確か水の塔だったと思う。うろ覚えでごめんなさい。それも最近記憶障害がひどくて。もうこれはね、なんだろう、すごく強いんですよ。硬いし。いやもうね、さまよう鎧っていうのがドラクエ3で出てきたら、うわ、さまよう鎧出てきたっていうね、すごい、もう冒険者をね、恐怖のどん底に陥れた、あれですよ。で、ローレシアの王子出ちゃった。ドラクエ2のね、先ほど私が散々、喋りましたけど、ドラゴンクエスト1、これの子孫ですね。ドラクエ3の子孫がこれで、ドラクエ1の子孫がこれ。感動。いわゆるドラクエ2のね、当時ね、電撃ファミ通、ファミコン通信とか、電撃じゃなくてなんだっけな、ファミコンマガジン、週刊ファミ通、週刊じゃない、ファミコン通信と、電撃文庫じゃなくて、電撃マガジンじゃなくて、ファミコン、ああ、名前忘れちゃった。そういうので、イラストコンテストとかをやっていたんですよ。がすごく印象に残っていて、ローレシアの王子とかね、この、なんだろう、今でこそ、鳥山明さんのこのすごいあれなんだけど、当時の私ってまだそんなに鳥山明さんを知らなくて、この良さがね、子供の頃わからなかった。今はわかるけどね。それかっこいいのっていう感じでしたね。ただこのね、イラストコンテストでローレシアの王子とかサマルトリアの王子をみんな描いてたっていうのに、すごい記憶に残ってます。ドラキ。これもさ、悪魔なんですよ。いわゆる触覚も生えてるし、羽も生えてるし、牙もある。だけど、可愛い。スライムとか、ドラキっていうのをね、ドラケ1の時に最初に出したっていうのはね、すごいですよ。だってもう、このフレーバーテキストが、空中を飛び回るコウモリのような魔物、光のない世界で生まれたと言われている。ドラキ。可愛いよ、これ。三積みですね。出た！マドハンド！これ仲間を呼びますからね。仲間を呼ぶっていうのも非常に面白い試みですよ。今でこそ当たり前になりましたけど、まあ仲間を呼ぶ、増えていっちゃうんですよ。マドハンド、もうこれもね非常に、思い出深いモンスターですね。おわー、これメタルスライム、これがさドラクエなんですよ。ドラクエ3で初めて出た、ボーナスキャラですよね。めったに出なくて、出ても逃げちゃう。で、防御力が255だから、スペースと防御力が255なんですね。だから、倒すにはもう、会心の一撃にかけるしかない。もしくは、まあ、ね、毒針とかで1ずつ与えていくっていうのも手だけど、なかなか倒せないんだけど、倒した時の喜び。でね、その後、ドラクエ3ってさ、リメイクがたくさん出てるじゃん。で、どんどん緩くなってんですよ。メタルスライムが簡単に倒せるようになっちゃってんの。はぐれメタルとかもそうなんだけど。だけどね、ファミコン版のドラクエ3は、本当に倒せないからね、出ないし、全然出ないし、倒せないんですよ！メタルスライム、はぐれメタルを。だから、出て、うわーってなるし、倒した時のね、もう全身の脳内麻薬みたいなのはやばかったよね。だから本当にね、リメイク版はね、私の中で別ゲーになってますから、ファミコン版、初代のドラクエ1と2もそうですよ。だって、ベホマ使ってくるんですよ、ラスボスが。ドラクエ1とか、1じゃない、2か、ハーゴン。まあ、ネタバレになっちゃうから、ハーゴンで止めますけど、まあ、その後、真のモンスター出てきて、そいつがベホマ使うんですよ。全回復するんですよ、ラスボスが。それはね、勇者たちを悪夢にね、追い込んでいきましたよ。しかも、確かランダムだからね、使う条件とかはないんですよ。今だったらドラケー10のね、ベリアルだったら、HP が赤になったら、初めて使うんですよ、ベホマをね。そういうんだったんだけど、昔は何にもなく使っちゃう。だから、ただ疲弊したところで向こうが全回復するっていう、本当、
悪夢使われたらダメ、運ゲーみたいな部分もあって、もう勇者たちをね悪夢のどん底に陥れたねベゴマっていうのがあって、それなくなっちゃってるんですよ最近のリメイクに、そういう悪夢のベゴマとか。だから非常にねファミコン版っていうのは唯一無二の存在だよね。ぬるくないもん、きついんですよ。ドラクエって簡単なゲームってイメージだけど、もう全然だってファミコン版は。しかもドラクエ2のさファミコン版なんて、復活の呪文って言ってね、ものすごいゲームをやめるときにパスワードをさメモんなきゃいけないの。それこそもう暗号ですよ、ものすごい長いやつを。で当時カメラとかもねデジカメなんかないですよ。それこそインスタントカメラならいいけど、それも現像しなきゃいけないから、パスワードを全部紙にメモ、間違えちゃう、何回も何回も見返しても、まあいいや次行こう。キラーマシン、これはねドラクエファンならみんな大好き。ドラクエ2で出てキラーマシンで、特に私の中のキラーマシンっていうのは大の大冒険のね印象がすごく強い。最初にレオナが出てきて、レオナのね探検を大君がね受け継ぐんですよ。でそのキラーマシンがね最初で大君のね町みたいなのを襲ってくんの。まあ言っちゃっていいのかな、その辺は言っちゃって喋っちゃっていいのかもしれないんだけど、まあ、大君の最初の倒す時にね竜の紋章を手に出んじゃん、ドラゴン族なんで。それでここのね丸いところにレオナの探検をねガーって刺して倒すんですよ、これを。それはもうですよ本当に。でまあ今ねドラクエ10でも結構強くて、こいつは未だにね、まあキラーマシンっていうのがドラクエシリーズで弱かったらやっぱ残念ですよ。そういう意味でこいつはもうずっと強いものであってほしい。スーパーライトでもね、キラーマシン強いですから、やっぱキラーマシンっていうのを弱くさするのはドラクエ1として許せない。ファミコンの絵柄ですねこれ。違うかな、ファミコンじゃないね、ごめんね、スーパーファミコンだね。だってもう文字が全然違う感じだし。ラダトームの城、ここでねワンの勇者を閉じ込めたの。先ほどの話に戻ると王様の部屋に閉じ込めたの。こう鍵がかかってるんですよ出口に。これを開けるにはここの宝箱を開かなきゃいけない。でこっから出るじゃん、まず王様に話をして装備をもらって、これを装備しろって言われて装備する。だから宝箱を開けるっていうのをまず覚えます。で装備をするっていうことをこの部屋で2個目覚えさせます。さらにここの鍵、扉を開けるには鍵を使うっていうこともここで覚えさせます。扉を開けるには調べるを当時ね使わなきゃいけなかったんですよ。それを使わなきゃ開かないっていうことも覚えさせる。もうここは教育の場なんですよ、ここ学校なん、縮図なんですよ。ここ閉じ込めてこれをクリアしないと勇者を外に出さない。だからすごい、これは。今でこそみんなね RPG なんかできるようになったけど、最初だからできなかったんですよ。これだよファミコンは。ドラクエ3のさ旅の扉、いやてー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 、ごめんねこれドラクエ2だね。ムーンブルク、サマルトリア、ローレシアがいるんで、これ全然違うから。ドット絵がやっぱファミコンなんだよ。旅の扉これ出ちゃったね、あ出たこれね。ラーの鏡っていうのも語り継がれていくんだけどね、これはね。いやーラーの鏡っていうのはやっぱずっとドラクエ3とかでも語り継がれていくんだけど、一番最初に出たのはここなんですよ。ムーンブルクの王女が姿を変えられちゃって、それを解くためにラーの鏡が必要だったんですよ。そっからですからドラクエシリーズのラーの鏡っていうのは、これねそこのシーンなんですよ。よく見るとムーンブルクなんで、元の姿に戻れるなんて思いましたわみたいなね。昔はやっぱ女の人は女らしく、男の人は男らしくっていうのが昔の文化だから、女性って本当にお上品だったんですよね。私みたくこんな男言葉とか全然使わず、なんか嫌だわ皆様みたいな感じに。まあその私はその日本の昔の絵が大好き、白黒絵が大好きで、石原裕次郎大好きなんで、まあまあこういうねなんとかでしたわみたいなのをね昔は使ってたんです。最近ドラクエもそういうのあんまなくなってきちゃって、まあそれは時代の流れですから、別にいい悪いではなく時代の流れです。どっちが好きっていうのはあるけど、いい悪いではないからね。だからそれも時代の流れです。ドラクエはまあだから時代とともに生きてきてるんですよ。ドラクエっていうのは1980年代とかだからね、もうほんと全然歴史があるよ。薬草もねすごいわ。ドラクエっていうのは8ゴールドとかさパッと出てくる、すごい銅の剣。まあまあまあこれね、今フレーバーテキスト見て感動しちゃった。アレフガルドで一般的に使われている青銅の剣って書いてあるの。アレフガルドでは一般的に使われてるんで、銅の剣すごい感動しちゃう。このフレーバーテキストに川鎧ですよ。このね、なめし革を二革で固めた防具ってフレーバーテキストがあるんだけど、私、このなめし革っていうのを最初に覚えたのがドラクエなんですよ。なめし革っていう知識を得たのがドラクエの川鎧だった。それまでなめし革っていうのを知らなかった。もちろんね、この二革っていうのも知らなかった。まあこれ今ね、ドラクエじゃなくて FF14 とかでも二革っていうのを使って、クラフトするんだけど、こういうのを覚えたのがドラクエなんですよ。なめした革とかさ知らなかったもん。今だったらさ、なめし革ってなんぞってさすぐウィキペディアとかでガラガラってググれるけどさ、昔はこのなめし革ってなんだろうって思うじゃない。革の鎧を知って
こういうところにね、説明でナメシ側をね、やった防具って書いてあったら、ナメシ側ってなんぞっていう私の好奇心がね、図書館に足を運ぶしかないんですよ。で、図書館に足を運んで辞書とかでナメシ側っていうのを調べると、皮をナメしたものっていうのをまず知ります。なるほど、皮をナメしたものなんだ。じゃあ皮についての歴史を調べようとなってくると、昔のヨーロッパのねストーリーとかね出てきて、あ、ナメシ側ってこういうものを言うんだって図書館に行って調べてたんですよ私。で、最悪もう全然自分で調べても分かんなかったら、図書館のカウンターに立ってるね、いわゆる司書さんにね、すいません私ナメシ側っていうのを知りたいんですけどって言うと、ナメシ側ですかって調べてくれてたっていう、もう思い出深い。そのぐらいね、やっぱ知識っていうのを得ることに貪欲であって、その貪欲なんだけど、調べられなかったら簡単に、今ほんと簡単に調べられちゃうし、メモもスクリーンショットとかカメラで撮って後々ググろうってなるじゃん。それすごい文化なんですよ実は。で、昔はねそういう感じで、でその時ね図書館に行って良かった点っていうのはやっぱあるんですよ。ナメシ側っていうのを覚えたじゃん。で、川についての本一冊読んじゃうからね。で、その川が出てきた歴史っていう本も読んじゃうんですよ。だからナメシ川っていうのをググっただけではウィキペディアの1ページで終わっちゃうんだけど、昔はそれをナメシ川で川についての歴史本と、ナメシ川の歴史についてっていうのと、当時のヨーロッパとかアメリカの移住された時のその川の文化っていうのを勉強したんですよ。本を読んでしまうからね、そのナメシ側について知りたいがゆえに本を読まないと得られなかったんで一冊読んでしまうんですよ。そうなると、今スカイリム私大好きって言ってるじゃないですか。スカイリムもう神ゲーってずっと言ってる中で、スカイリムの世界観を理解する上でやっぱ当時本を読んでおいてよかったなっていう。スカイリムで街中でさ、川をナメしたりする道具とかが登場すると一発で分かっちゃうからね。そんでその当時読んだ本で、まあ歴史のこととかを知っていると、やっぱね、だから私スカイリム好きなのかなって思う時あるよね。知識がやっぱこういうのにね、裏打ちされた知識っていうのは大事。やっぱね、ドラクエっていうのは私を育ててくれたんだなっていう、本当思う。こうやって見てると、ゲームやアニメから知識を得ることをね否定する人っていうのはたくさんいると思います。その私がね、ゲームやアニメでいろんなことを勉強した、ゲームやアニメによって私今の私があるっていうのを言っても理解されづらい、ゲームから知識を得たって情けないわそんなんっていう人もいるんですよ。でも今ここまでね、もうこれ今34分話してますけど、ここまで話を聞いてくれた人はこのナメシ側っていうことに関してね、あ、こういうことかってね、ゲームに対してね偏見は持たないよね。めぐみちゃんがそれだけ人生をねここまで引っ張ってくれたって、ドラゴンクエスト、このねドラゴンクエストがなければゲームクリエイターにもならなかったし、中村浩一がいたからこそ私プログラマーになれた気がする。中村浩一の天才的なプログラミングっていうのをすげえ憧れたもん。で、まあもちろん中村浩一が一番出てきちゃうんだけど、ドラクエで言えば堀井裕二さんじゃん。堀井裕二さんももともとプログラマーだからね、その、ライターかなんかをやってた上で、スクエアかなんかのね、スクエアじゃない、エニックスのコンテスト、プログラミングコンテストみたいのがあって、そこに出しちゃいけないんですよ業界人は。なのにこっそり出して入賞してしまったっていうのは堀井裕二さんで、そこにね同時にドアダオを出していたのが中村浩一さんなんですよ。で、中村浩一さんと堀裕二さんはそこで運命の出会いを果たすわけですよ。で、後々ドラゴンクエストにつながっていくんだけど、そこのラブマッチテニスっていうねものを堀裕二さん出してるんですよ。ラブマッチテニスってもう名前の通りちょっとね若干いかがわしいテニスゲーなんですよ。そのいかがわしいっていうのもあれだけど、ちょっと大人のねアダルトなテニスゲーで、もう発想がすごい。ラブマッチテニスはあのね本当にね、ちょっと なんて言うんだろう、ちょっと待ってね、うろ覚えはまずいから、ちょっとラブマッチテニスちょっとググって、今これさ、私編集しないからね言っとくけど、もうここまで話したから編集しないです。あのね、もうこのまんま行きます。この多分 1.2 倍速かなんかにしてそのまんま行きます。で、今ねウィキペディアの堀井裕二さんの項目を見てます。この月刊アウトっていう雑誌で有望の出たとこ任せっていうのを連載してたんですよ。だからエニックスね第1回ゲームホビープログラムコンテストっていうのを取材を依頼されて、応募しちゃ確かにいけなかったんだよね。でも応募しちゃってラブマッチテニスを応募したらそこで入賞してしまったと。で、そこで同時に中村浩一さんとも出会ってる。で、このねラブマッチテニスについてがないね。ラブマッチテニスっていうのはねすごいんですよ。いや、ないなあ。あんまりウィキペディアですらこれだもんな。ちょっとラブマッチテニスもっとさ詳しい情報を得たいんだけど、私うろ覚えでさ話すのもさ
怖いんだよな、ラブマッチテニスっていうのは。まあ、ラブマッチテニスの後にボードピア連続殺人事件っていうのを出すんだけど、ラブマッチテニスをね、まああんま書いてないからやめとこうかな、うろ覚えて話すのは。まあ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 、ここまでにしときますけど、ラブマッチテニスはね、なんか何回お前ラブマッチテニス言うねんって感じなんだけど、この後にポートピア連続殺人事件っていうのがあって、ポートピア連続殺人事件がなければドラゴンクエストはなかったんですよ。ポートピア、まあそのファミコンの時代に日本語をね表示するっていうのが非常に難しいんですよ。日本語変換プログラム、A トークっていうのは、 A トークってあるじゃない、あれより前の話なんですよ。 IME、 昔ね、何だったっけな、私が使ってたワープロソフト、ピクセルジャンクションじゃなくてね、なんかね、ピクセルメーターじゃなくてね、やばいな、名前出ないな、本当の人間年取るとやだね。そのね、プログラムの話なんだけど、日本語入力をするっていうのがすごい大変だったんですよ。昔フロッピーディスクを2スロット、2スロットだったんですよ。1枚2枚って同時に2枚させて、そのうちのワープロソフトって上1枚がワープロで下1枚が日本語ソフトとかなんですよ。それを組み合わせて初めてワープロソフトができるみたいな感じで、日本語のフロントエンドプロセッサーって言うんですけど、FEP って言うんですよ。今でこそその言葉なくなっちゃったかもしれないんだけど、フロントエンドプロセッサーって言って、日本語を入力するシステムっていうのはすごい大変だった。で、ポートピア連続殺人事件っていうのは、そのファミコンの限られた容量、限られたメモリーの中で日本語を表示しなきゃいけないっていう中で、使わない日本語っていうのを排除したんですよ。で、使うものだけを入れていって、ブラッシュアップして、なんとかアドベンチャーゲームをファミコンで世に送り出したの。もちろんパソコンゲームでアドベンチャーゲームっていっぱいあったんだよ。だけど、ファミコンでアドベンチャーゲームっていうのはもう不可能って言われてたの。ポートピア連続殺人事件っていうのは、それで、中村浩一さんのね、日本語、違う、中村浩一関係ないや。堀井裕二さんがね、画期的な、その日本語をいかにメモリとかをなくして作ったかっていうので、ポートピア連続殺人事件っていうのは生まれたんですよ。で、その後、RPG を作ろうって言った時にストーリーなんで日本語表示しなきゃいけない。で、最初にファミコンで RPG 作ろうよって言った時に、無理でしょそれって、技術者っていうか、昔はみんなプログラム組めたから、その音楽屋もグラフィック屋も基本的にみんなプログラムは組めたんですよ。プログラム組めないやついないですよ。そのプログラマーなんで、みんなその無理でしょと、ファミコンで RPG は無理でしょと、日本語表示しなきゃいけないじゃんって言った時に、堀裕二さんがさらっと、いやいけますよって、それはポートピアのシステム使いましょうよって言えちゃったって。それはもうすごいことですよ。で、ポートピアがあるじゃん。その後ですよ。今さ、ドラクエもその全部のゲームがそうなんだけど、話す、調べる、呪文、道具っていう、あのウィンドウシステムってあるじゃん。あれを作ったのが実は中村浩一さんなんですよ。もともと RPG っていうのは、日本語打ってたの。人の前とかに行って、話すってコマンド打って、ポンってエンターキー押すじゃん。そうすると話したの。で、なぜとか聞くんですよ。わざって、その、対話形式なの。なぜとか、使うとか、打ってたんですよ。それが、昔のアドベンチャーゲームとかなんですよ。指輪物語って RPG があって、20年前とかのゲームなんだけど、指輪物語もそういうゲームだった、最初。私それやってました。で、それが、ファミコンでは無理じゃないですか。キーボードないし、そんな毎回毎回話すとかできないんで、話すっていう概念がなかったんですよ。話しかけるのに、トークっていうコマンドあったんだけど、なぜとか、何とか、そういう問いかけとかもやってたんですよね。で、そこで初めて、コマンド入力っていうのを開発したの、中村浩一さんが。今当たり前じゃん、話す、呪文、道具、調べるとか、作戦とかさ、ドラクエ以外のでも当たり前になっちゃう、全世界標準じゃん。あれを作ったのは中村浩一なんですよ。だから、もし中村浩一さんがあのウィンドウシステムっていう特許取ってたら、今頃ものすごい金持ちだったんですよ、中村浩一さん。でも、まあ確かに今金持ちっちゃお金持ちなんですけど、なんだろう、そこら辺ってまだ特許商法でもなかったし、昔のファミコンってそんなもんなかったんですよ、特許取るっていう概念が。だからね、それなかった。だけど、あのコマンド、ウィンドウコマンドっていうのを作ったのは中村浩一さん。で、その後さ、Windows とかっていうのもやっぱ、メニューバーってあるじゃん。あれって、もしかしたらだけど、いや、それはないか。さすがに Mac、MacOS だもんな、さっきあったの。うん、でもファミコンでね、ウィンドウコマンドっていうのを作った。その後に、今ね、全世界で当たり前に使われているウィンドウコマンドっていうのは中村浩一開発なんですよ。中村浩一の発明品ですよ、いわば。特許取るべきだったんですよ。発明だもん。だってあんな発明ですよ。発明以外の何者でもないよ。ただ特許取っちゃってたら、今そのゲーム業界がもしかしたら大変なことになっちゃう。RPG 作るのに中村浩一に特許権払うの大変じゃん。だから中村浩一さんっていうのは本当にゲーム業界の神だよね。サウナノベルとかティレナノーグじゃないや、不思議のダンジョン、ドラクエもそうだし、
もう中村浩一っていう人間に私は惚れ込んでますね。中村浩一さんは本当あんなに偉大な人ね、いないよ、いない。ちょっともう45分喋ってるんでやめます。ここで今回はトレーディングカードゲームの開封動画でした。実はこれ開封動画だと。ただもしかしたら雑談動画としてあげるかも。開封動画っていうよりもゲーム業界の話をみんなに聞いてほしいから、トレーディングカードゲームドラゴンクエストっていう、YouTube のタイトルつけちゃうと見てくれない人がいると思うんですよ。これに興味ある人しか見てくれないんで。違うよね、今回ゲームのさ雑談こんなに私しちゃうと思わなかった。うん、まあ、もしねこれ面白いって言ってくれれば別で話します。また同じことを話すことになるかもしれないけど、ドラクエについてとか中村浩一さんについてとか歴史についてみたいのを連載するのも面白いかもね。今話してて、私45分話してて幸せだった。ここまで聞いてくれた方本当にありがとうございます。私幸せでした、こんな熱く語れて。いやー YouTube やってよかった。こういうことをね、自分の好きなことを好きなだけ喋れるって本当幸せなことです。でそれを聞いてくださる皆さんもいるっていうのが本当幸せ。ありがとうございました。というわけでこれはこの動画なんですね。ドラゴンクエストトレーディングカードゲーム大いなる冒険の始まり、スターターデッキ開封動画っていうのが殻なんです。実はこの殻をかぶったゲーム業界のお話でした。また会いましょう。バイバーイ。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた会いましょう。バイバーイ。